ようございます。予測チャンネルの月田です。明けましておめでとうございます。はい、撮影が僕はこれ新年一発目のはずです。今日は、まあ、初投げ2020年最初の動画っていうことで、これプロトンフィジックス、これを投げていこうと思います。まあ、比較用で、フィジックスシリーズのフィジックス SE、まあ、弱めのソリッドのボールとクリスタルフィジックスとかで比較したかったんですけど、ちょっと手元になかったんで、まあ、いつも出てくるシュワロック S を投げようと思います。まあ、強めのソリッドなんで、まあ、プロトンフィジックスみたいな、まあ、めっちゃ強いソリッドカバーとの比較もまあしやすいかなと。であとはまあフィジックスシリーズのソリッドということでフィジックス SE と比較をしていきたいと思います。それでは投げていきましょう。レーンコンディションが、長さ40フィートで、オイル引き立てで結構外目が薄いって言ってたかな。先ちょっと切れる、まあハイスコレーンってやつですね。プロトンフィジックスからいきましょう。めっちゃいいじゃんあれ。すごいあれ。まあ、イソピー風に言うと、うん、良さげってやつですね。もうプロトンフィジックスのカバーストックがネックスソリッド、同じカバーで言うとソリッドだと今だとアクシオムだけ、ネックスパールだとアクシオム2とアクシオムパールと1個前のフィジックスのパワーエリート、一応ストーンの一番強いカバーストックです。引き立てのレーンで今日多分普段ちょろちょろ僕が投げることのあるコンディションだと思うんですけど、結構先切れるんですよこのコンディションって。でもプロトンフィジックス投げると結構緩い、まあ、僕がさっき投げてるの見てイソピーの第一印象がこれ緩いなっていうのが最初でしたね。一言目が緩いって言ってました。ついさっき5分ぐらい前かな。ああ、こぼれた。これなんか打ちミスを、打ちミス違う、こうなんか投げミスをカバーするボールって何が正解か分かんなくなってくるんだよな。確かにでももっと先切れるかなと思ったんですよね。こうプロトンフィジックス他の人の投球動画を見てるとやっぱ先のリアクション結構しっかり出てる人が多かったんで結構動くのかなって思ったんですけど、思ったより緩い。まあその投球動画上げてる人たちやっぱ回転数も多い人たちなんで、ここはやっぱどっちかといえば低回転の味方なんで。まあ、全部ストライクでもねしょうがないですから、まあ、投球動画上げてる人、まあ、プロトンフィジックスも出てからちょっと経つんで投球動画上げてる人の動画だとやっぱ回転数が多い人の動画が多いんで、まあ、僕はもうストローカー代表、回転数少ない人が見やすい動画になるかなと思いますね。あれすごいな。フィジックスってやっぱり、まあ、コアが7ポンドあるっていうのがやっぱ有名な話なんですけど、やっぱ僕もフィジックスこれ4個目かな。フィジックス、SE、クリスタル、クロードン、4つ目か。一番飛ぶなって思ったのは激しいピンアクションが一番激しいなって思ったのはクリスタル、クリスタルフィジックスが一番激しいと思った。でもよく飛距離っていうのかな、ピンがポンってなんか遠くに飛んでいく感じだとやっぱ SE とか一番最初のフィジックスのイメージ、
これはやっぱりカバーが強い分だろうな。金アクションが重たい。とってもやっぱ多分カバーストッカーが強いボールのピンアクションっていう感じ。飛びがすごいしっかりしてるね。まあ、いいとこばっかり言うとそれはいいボールにすごい聞こえるんですけど、こうカバーはすごい強いのにガツガツ噛まない。でもしっかり噛んでる。動画でちょっと分かりにくいけど、やっぱり曲がってないけど、最初の方着床してからもう曲がってはないけど、やっぱり回転は起きていってる感じはする。シュワロックS投げます。同じところ投げていきます。立ち位置とかライン取りそんな変わんない。そんなに変わんないけど、フロトンフィジックスの方がやっぱり手前から噛んでるなっていう感じがする。やっぱちょっとオイル流されてる感じはありますね、ここまで強いカバーでも。外まで当ててしっかりバンって戻してやれば飛ぶ。でもそれは正直フロトンフィジックス投げてても一緒だし、うん、GI17 のカバーよりは全然強い。次は SE、フィジックス SE 行きましょう。あ、これも同じところ投げてみましょうか。あ、コメントしづれえな。先の切れで曲がった感じだよ。カバーの弱い球ってやっぱ先の切れの影響やっぱ受けやすいっていうのもある。 SE 言うほどカバー弱くないからな。レイアウトもあるけど、でも手前はやっぱり滑ってる感じがすごい。滑って先の切れで飛んだっていう、動いたっていう感じ。やっぱフィジックスなんだなっていう気はするな。じゃあまたプロトンフィジックスに戻りましょう。こいつがメインですからね。すごいな。レーンが投げやすいのもあるけど、思ったよりはやっぱ緩い。SE とかと見比べてもらったらよくわかるんですけど、 SE 先で結構しっかり向いてくるんですけど、こいつやっぱり先で向いてるけど、やっぱり動いてる感じではない。動いてるけど切れて動いてる感じじゃない。オイルの切れ目で曲がってるというのはやっぱカバーで曲がってる感じ。カバーの強さがやっぱり伺える。はい、やお、まあ、今のはないな、さすがに。でもやっぱほら一軍だな。あ、球がすごい速い人とかはオイリーレーンだとちょっとしんどいかもしれない。噛むけど球の速い人とかはやっぱり番手当てた方がいいかもしれない。球がそんなに速くない人とか、あとは回転数結構しっかりしてる人とかはめっちゃ投げやすいと思うな。これは箱出しのままで。うん、いい。全然当たり負けてる感じないもんな。やっぱりしっかり噛んで転がって動いてるって感じ。レーンのオイルで曲がるっていうよりもやっぱりボールで曲がってる。表現があんま良くないな。でもカバーの強さで曲がってる感じはすごい。これ投げやすい。
うん、投げやすいわこれ。意外と万能かも。どんなレーンでもいけるかもしれない。よし、じゃあ最後ヘッドストライクを決めて終わりたいと思います。もうストライクでもストライクじゃなくてももう終わります。はい、お疲れ様でした。マジか、お疲れ様でした。投球動画の方いかがだったでしょう。ボールが、プロトンフィジックスとシュワロック S、 あとはフィジックス SE との投げ比べ、全部一応ソリッド素材のボールだったんですけど、投げてみて思ったのは、投球したレーンが、オイル引き立てのレーンで、イソピーが結構オイル出しもしっかりしてくれて、手前割としっかりオイル乗ってたんですけど、プロトンフィジックスだとやっぱりそのオイルでもやっぱり流されない、しっかり噛みながら動きには出てないけど、やっぱりしっかりとこうレーンをキャッチしながら入ってるなっていうのはすごく感じました。でシュワロックエース、ちょっと投げ込んでるんで寿命もちょっとあるんですけど、シュワロックエースだとか、あとはフィジックス SE とかだと、やっぱり曲がりは出るけど、やっぱ手前のオイルにはやっぱ流されて、その引き立てだっていう先の切れで曲がってるような感じもすごく強く思ったんで、やっぱその辺と比べると断然やっぱりオイルへの強さっていうのは、優れてるというとちょっとあれですけど、オイルへの強さはやっぱりすごく感じました。なので本当に一番上の、オイルに対して一番強いボールっていう意味では、やっぱネックストリートのカバーはやっぱりすごくいいんだろうなっていうのは思います。汎用性が高いかって言われると、やっぱり手前のオイルはやっぱしっかりいるなっていうのは感じたんで、手前にしっかりオイルあれば全然インサイドから投げるっていうのは全然容易にできるんじゃないかと思いました。では今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございます。またチャンネル登録まだの方もぜひよろしくお願いします。また2021年ということで、今年も僕もイソピーもしっかりといろんな動画上げていけたらと思いますので、また今年もよろしくお願いします。それでは。